帰ってからあの仕事してください。また来年お待ちしております。立水不動産の皆さんでした。ありがとうございました。さあこれで決勝リーグ1位優勝ファイナル進出は三菱地所ということになりました。対する決勝リーグ2でございます。こちらも勝った方がファイナル進出でございます。それでは参りましょう。ソニー生命保険梅沢行きましょう。有楽町側です。有楽町側ソニー生命保険梅沢。さあさあ対するは藤倉工務店。横通り側に藤倉工務店、そして有楽町側にソニー生命保険梅沢。お互いに予選を勝ち抜いてまいりまして、ここまで両チームともに5戦全勝できております。1敗もしておりません。この両チームの激突となりました。勝って三菱地所と戦うのはどちらなんでしょうか。さあちょっとこの両チーム見て一言いいですか。はい、いやっていうかこうあの、はい、なんていうかなこの、はい、こんなにもヒリヒリした感じで逆にこっちが緊張すぎなんですよ。勝ったチームとエキシビションですからね、はい、小峠さん、はい、ちょっとビビってきました、はい、気持ちいい作っていきたいと思います。本当にお願いします。あの今のうち人数を増やしておいた方がいいんじゃないですか、はい、6人ですから、はい、結構大きいの探しておきますので、ね、お願いします、はい、本当に、はい、さあそれでは参りましょう。勝った方がファイナル進出でございます、ソニー生命保険か藤倉工務店か。それでは参りましょう。木村審判お願いいたします。体勢、これいい体勢耐えてますか中田さん。体勢いいですね。もう少し低くなるといいという。さあ2メートルリードはソニー生命、このまま持っていくのが今まだ20秒。さあ後半勝負だ。藤倉工務店、やはり体重の美を生かして持っていくはソニー生命保険。今30秒、まだ半分だ、折り返しだ。さあここから粘りたい。一度も負けていない両チーム。ソニーが後ろの方が早く来ました。ソニーが持っていく。勝ったのはソニー生命保険梅沢。一気に最後は持っていった。自力の差が出たが強かったソニー生命保険。これでファイナル進出はソニー生命保険梅沢。おめでとうございます。いや藤倉工務店、ここまで素晴らしい戦いぶりでございました。一言お願いします。また来年頑張ります。ぜひお待ちしております。はい、じゃあ会社の PR などありましたら。いや会社の PR になるとなんでみんな突然下がるんですか。誰も言わない。また来年お待ちしております。ありがとうございました。どうもこちらが本店の皆さんのこと拍手を送りください。ここまで素晴らしい戦いでございました。さあいよいよ中通り綱引き大会ファイナルでございます。頂点に立つのはどちらでしょうか。それではインターバルが若干少ないソニー生命ではございますが、それではいよいよ中通り綱引き大会ファイナルでございます。一回ちょっと水飲んでいただいて、水飲んで今のうちに先に呼んでおきます。それでは参りましょう。行幸通り側に入っていただきましょう。三菱地所プロパティマネジメント株式会社行きましょう。さあすごい人の中になってまいりました。どうぞ皆さんこの模様はバンバン写真撮っていただいて、ハッシュタグ中通り綱引き大会で SNS にどんどん上げていただきたいと思います。素晴らしい写真が撮れるかと思います、お願いいたします。ハッシュタグ中通り綱引き大会で SNS に上げていただきたいと思います。さあちょっとインターバル少ないですけどね、いいですか、ちょっと気持ち作っていただいて、ね、もう大丈夫ですね、水分補給大丈夫ですね、完全にまだ息が上がっております。大丈夫でしょうか、ちょっと心配です。寝ながらまだ時間ありますんでやっていただきましょう。さあ三菱地所に対するはソニー生命保険梅沢でございます。
全にね、インターバルが少ないので、あ、今のまだ時間ありますので、水分補給、今のうちにしておいて、まだ時間ありますから、息を整えていただいて、さあ、ディフェンディングチャンピオン、順当にここまで来ました、いよいよファイナルです。そうですね、ちょっと今、2年生、ちょっと長期戦だったんで、ちょっと次はね、瞬殺で決めたいと思います。完全に怒ってますよ、完全に怒ってます。もう一つ怒らせておいてください。ネタ化します。いや、しかしですね、いいですよ、これで去年も勝ってね、地元とはいえ2連覇すると、まあ、殿堂入りっていう感じになっちゃいますよ、もうね。そうですね、まあ、殿堂入りでも我々は毎年チャレンジャーとして挑戦し続けます。目が本当に笑ってません。ただし、あ、女性を入れてきましたね、ここで本体が初めて。え、これはどういうことでしょうか。あ、女性の方、キュー、ちょっと入りたいなと思っていただきました。もしかしてスポーツされてらっしゃいます。フライングディスク。フライングディスク、あの投げるやつですね。で、投げて犬が飛ぶやつでしたよ。それはフライングディスクドッグか。フライングディスクは何でしたっけ。アルティメットというアメフトに似た競技をしております。アメフトに似た競技。え、もうちょっと聞きましょう。なぜかというと、なぜこんなに詳しく聞くかというと、ちょっとソニーセミ休ませるんです。何歳ならあのフリスビーを使った競技になります。女性をここで入れてまいりました。これはどういう作戦なんでしょう。そしてすいません、アンカーの方、本当、あ、本当に優しい顔しらしいってこと。すいません、皆さんの前なんですけど、あえて聞かせていただきます。体重大丈夫ですか。こう見えて120キロです。あのね、ちょっとヨミさんちょっと来ていただいていいですか。どうだろうね、前のヨミさんと比べてもそんそくないですよ、これ、はい、ほらちょっとあのメディア側にもちょっとエキシビションも2つ控えていますので、しかもランチタイムで終了しなければいけません。どうですか、だいぶこう息も収まってきましたか。あ、だいぶ収まってきました。全然収まってないですね。さあ、どうでしょうか、ここまで連勝できて、最後は辞書との対戦です。ちょっとインパーバルが少なくてですね、心配、怪我心配ですけど、大丈夫大丈夫です。全員うなるほど補給入ってるんで、はい、大丈夫です。なるほど。さあ、そして辞書へ、これは宣戦布告一つ入れておいた方がいいんじゃないですか。ここで殿堂入り阻止します。頑張るぞ。お願いします、お願いします、もうちょっとドリンクあげてもらっていいですか。ちょっとスポーツドリンク、さあ、塩崎さん、この両チームめちゃめちゃでかいもの同士の対戦となりました。塩崎さん、マイク持ってます。あ、マイク持ってないですね、今ね、マイク持ってない、はい、さあ、この後勝ったチームはプロレスリングノアとエキシビションマッチも控えております。第2回中通り綱引き大会ファイナル、優勝チームはどちらなんでしょうか。もう一回聞きます。大丈夫ですか。ちょっと深呼吸していただいてね、本当に辞書はこう見えてほぼ1分1分戦ってきてますんで、結構疲労してますから、乳酸溜まってます、さあ、どちらが勝つんでしょうか。ディフェンディングチャンピオン三菱辞書か、阻止するか、初出場ソニー生命保険梅蔵か。それでは皆さん、よろしいでしょうか、よろしいでしょうか。で、もう一度言ってきます。皆さん、どうぞ写真どんどん撮っていただいて、 SNS ハッシュタグ中通り綱引き大会に上げていただきたいと思います、ね、これ以上言うとやらしくなりますけど、もう一回だけ、あ、もういいか、もういいですね、もういいですね。いよいよ中通り綱引き大会ファイナルでございます。三菱辞書対ソニー生命保険梅蔵でございます。それでは皆さん、どうぞご声援ください。さあ、ロープピント張ってください、ピント張ってください。さあ、中さん、ぜひ あちら側の人にごめんなさい、チェックお願いします。チェックね、いいフォームでいていただけるように、コツがありますからね、綱引きもね、運動会とは違います。さあ、中山さんのチェックが入りまして、辞書は低い体勢からのスタート、対するソニー生命は若干高め、おっと、これはここで体重を下げます、重心を下げて、それは中山さん、いいですね。はい、準備は大丈夫ですね。それではファイナルでございます。ソニー生命保険か、三菱辞書か。それでは木村審判、お願いいたします。ディディーン、ブラッ
ームとのエキシビションでございますので、ウルトラ皆さん、この後エキシビションがあります。まずは休んでください。一試合はありますので。さあ、辞書の皆さん、辞書の方、代表の方、辞書の代表の方、どうしましたか、これ。いやー、おかしいですね。ちょっと1年間鍛え直して、また来年出直したいと思いますので、また声援よろしくお願いします。本当に、ここまで最強強力な通常を見せてきた三菱地所でございましたが、まさかのこのファイナルで散ってしまいました。さあ、そしてこの後、さあ、まずはノアとのエキシビション第1戦、昨日のエンジョイ部門で優勝しました伊藤宇宙丸上に水晶テクノスチール の皆さんでございます。ようこそ。こんにちは。昨日のメンバー一緒ですか。といえども相手は8人でございます。体重を合計するとさすがに8人の方が重いんじゃないでしょうか。さあ、野村さん、先頭ここですからね。先頭ここです。先頭ここです。改めましてここでご紹介いたしましょう。プロレスリングとは塩崎剛、小峠亜紀、モハメド・ヨネ、清宮海斗、大原はじめ、そして宮脇純太。さあ、まずはエキシビションマッチ2戦でございます。小峠さん、まずはエンジョイ部門との対戦です。意気込みをケチョンケチョンにしてやるってお願いいたします。期待しております。まずはね、本当にアップガードでやっていただきましょう。本当に急にやってね、怪我されてもあれなんで大変なことなんですけど、怪我だけに気をつけて。見てましたからね、大体分かりましたよね。やるかも。そういうことです、そういうことです。体全体でいてください。それでは参りましょう。中通り綱引き大会エキシビションマッチ、まずはエンジョイ部門優勝のテクノスチール株式会社対プロレスリングノア8人対ノアが6人です。このハンデでどうでしょうか。それでは皆さんご注目ください。はい、今ね、アンカーの方がいてね、マットがちょっと危険だそうなんで、ね、本当に怪我しちゃうんで。ノアの皆さん8人という、ね、女性も入ってますから ね本当にちょっと体重だけ聞いてってきます。体重何キロですか。体重100キロです。どう考えてもめっちゃスマートやね。さあ、それでは6人対8人ハンデでいきますよ。エキシビションマッチです。さあ、ピン立ってください。ロープピン立ってください。さあ、エキシビションマッチ、まずは1戦でございます。
度は優勝チームソニー生命です。大丈夫ですか？大丈夫です。Gracias.